今日の特集は旧警戒区域での畜産再開に向けた取り組みについてです。牛の汚染状況の調査に協力するため NPO 法人を設立した南相馬市の農家を取材しました。南相馬市小高区の山あいにある牧場、以前警戒区域に指定されていたこの場所で67頭の肉牛と乳牛が飼育されています。ハングイ一成さん62歳、原町区の借り上げ住宅で避難生活を続けるハングイさんは、毎朝避難先からおよそ10キロ離れたこの牧場に通い牛の世話をしています。小高区では住民の避難で多くの牛が逃げ出しました。これらの牛を捕まえ北里大学などの研究チームが肉や内臓などに影響がないか内部被曝の調査を続けています。ハングイさんたちもこの調査に協力しようと国の許可を得て牛を捕獲管理しています。そうですね、少しでも今後の我々がここに戻って、農業が再興できるためにこの牛たちにいろんなことを調べてもらって、で結果として我々がここで農業できるようになればいいと思っています。しかし現実は甘くはありません。牛の餌代は年間800万円、一人では工面できないため、さまざまな団体からの支援を受けやすくしようと小高区の農家11人とともに NPO 法人かけの森みどりファームを設立しました。おー、いた。これは肉牛農家から出た牛ですね。オス牛ですから。これは牛舎の外にいますけど、小さいからあそこから出ちゃったんですね、ポンと前に。牧場の外の草を食べようと逃げ出そうとする牛もいて、管理には苦労が絶えません。これらの牛は今でも区域外への移動や繁殖が制限されています。ハングイさんは原発事故前40頭の乳牛を飼育、しかし3ヶ月後に牛舎に戻るとそのうちの34頭が餓死していました。牛舎内の太さ12センチの木の柱はところどころが細くなっています。飢えに苦しむ牛たちがかじったためです。家族なんですね。で家族を置き去りにして餓死させて、見殺しにしたっていう、そう自責の念をみんな持ってますね。痩せ細ったままの牛、餌が絶え稲わらを包んでいたフィルムで飢えをしのいでいたとみられます。多分ラップフィルム入ってるせいで消化できなくて、ああいう痩せた状態なんだと思います。一方原発事故の直前に宿った新しい命もありました。で3月に人工授精した牛が2頭いたんですよ。自分の牛が確認できた時はほっとしましたね。あ、生きてたと思ってね。ハングイさんが避難する住宅の居間にはトラクターや牛のミニチュアが並べられています。ここに引っ越してきてからですね。小田から持ってきた。やっぱり思いがあるね、牛、それからトラクター。去年2月に購入したトラクターに乗ったのは一度だけ。今後は南相馬市の復興事業で水田の草刈りに使い、収入を牛の餌代などに充てることにしています。警戒区域の解除から5ヶ月余り、今でも牧場付近の放射線量は毎時 1.3 マイクロシーベルト前後と比較的高い状態が続いています。だから本当に除染が進んで米が作れて、いながらも使えてじゃないと、再開するっていうのは厳しいですね。そこまでちゃんとしてもらわないと。だからそこら辺はね、気をつけてやっていかないと福島の酪農がダメになっちゃうっていうか。牧場を見下ろす位置に立つ山は
小高区の最高峰、掛の森山。 NPO 法人の名前はこの山にちなんでつけました。やっぱりここで60年いましたからね、やっぱりこの自然の原風景っていうのはね、やっぱりここですここでしか考えられません。牧場で仕事をしていると自然に出てくる笑み。畜産の再開には多くのハードルが立ちはだかりますが、ハングイさんは諦めることなく牛の世話を続けていきます。まだまだね、課題は多いですけれども、はい、こうやって NPO 法人を立ち上げて再開できたということがまず一歩ですよね。そうですね、あのハングイさんの本当に、ね、生き生きとした笑顔が、はい、その回数が一日でも多くなることを願いたいと思いますよね、うんうん、はい、NPO 法人掛の森みどりファームでは年会費3000円で支援していただける、参助会員を募集しているということです。詳しくはご覧の番号までお問い合わせください。この後は J のイチオシです。